はい、まあちょっとやばいっす、俺。まずご挨拶の前にですね、このアーリーアクセス3日間やってきましたけど、NAEU の TC の皆さんはちょっとメンテナンスが数回入ってしまってですね、あの貴重なアーリーアクセスのプレイの時間を多少ロストしてしまったので、今日この放送、全世界に放送されているので、まずその点お詫びさせてください。申し訳ありません。これから先長い旅が始まるので、まあ、その中でまたその、辺りを挽回していけたらなと思ってます。頑張れ。ファイナルファンタジー14を、引き継ぐことになってもうすぐ3年になります。まあ当初はそこまで、まあゲームもね深く触れたわけでもなかったですし、まあなんとかできるだろうと、まあ、あとはやっぱり自分自身 FF が好きで、まあ、MMO が好きで、作り直す、もう一回やり直すっていう話をスタッフに全員集めてしたのが、皆さんに対外的に発表させていただくたった2日前の12月1日でした。今でも覚えてるんですけど、こういうスタジオでちょうど上にミキサー室があって、ソケンはそこで僕が喋るマイクの調整をしてくれてたんですけど、ソケンが思いっきりガッツポーズしてくれてるのがものすごい印象的で、でもプレイヤーの皆さんと本当に開発やっぱりその時同じで、どうにかなんのこれだったり、ちょっときついんじゃないのっていう、やっぱり雰囲気もある中で、本当に一つ一つ皆さんに応援をしていただきながら、さっき質問の中でもありました、きつい、やっぱりどうしても計画をして、やっぱり MMORPG 作るとなると普通は 4,5 年かかります。なんとか一刻も早く、そのためには焦らず計画するタイミングも必要。さっき和田も会社経営やってるとロールはタンクですって言っていたように、僕もタンクのつもりで前面に立ってここまでやってきました。で、新生14を作ったのは別に僕ではなくて、本当に世界中のプレイヤーの皆さんと、ここにいるコアスタッフと、ここに今日来れてない本当何百人ものスタッフのおかげで今日ここがあります。正直泣かないつもりでいたんですけど、まだ僕らにとってファイナルファンタジー14、やっと今日第一歩、申請に向かって本当に第一歩目を切れただけです。正直わざわざ感極まってる暇はないなと思ってます。僕らも開発先のパッチやエクスパンションに向かって走り出してます。プレイヤーの皆さんはね、本当に特に Q14 からプレイされてる方は、途中でコミュニティのメンバーが離脱してったり、まあ外からいろんなことを言われた方もいるんじゃないかなと。で、自分も MMO プレイヤーとしてそれがどんだけきついかはよくわかるつもりです。本当に僕らにとってはとても短い3年や2年半だったんですけど、本当プレイヤーの皆さんには
長い期間応援していただきましたし、待っていただけました。本当にスクエアニックス一丸となってファイナルファンタジーの名に恥じないだけの今回ゲームをリリースできたと自負しています。ここから先、MMORPG には完成はありません。皆さんと一緒にこれからも、これまで、今回このファイナルファンタジー14新生オルゼアはまさに皆さんと一緒に作ってきたファイナルファンタジーなので、これからもシリーズの中で皆さんと共に作っていくファイナルファンタジーとして5年10年もっとそれ以上、初心を、今日この場所の初心を忘れずにまた運営を続けていこうと思います。本当にありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、最後は皆さんしっかり笑っていただいて、皆さんに手を振ってお別れしたいと思います。次はまた次回プロデューサーレターもしくはエオルゼアでお会いしましょう。さようなら。出張プロデューサーレターライブ番外編、ファイナルファンタジー14新生オールゼア発売記念イベント in 渋谷ヒカリエを終了させていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。